ございます。おはようございます。久しぶりですよね。はい、今日は24日、はい、久しぶりですけれども、久しぶりに公演の昼間、はい、ちょっとお呼び立てしました。はい、まず一つ目なんですけど、柴さん、いつになったらベルベル人のロケの映像を YouTube 流してくれるんですか？今編集は終わってて、はい、あとテロップを入れるだけなんです。あ、そんな別にね、はい、そんなテロップなんかいらないです。あ、そうですか。はいはい、そんな1ヶ月半ぐらい空いちゃってるんで、はい、俺ベルベル人今まだ見てなかった。ベルベル人でトレーナー買ったんですけど、はい、もう来すぎてしょっちゅうなりました。時系列がね、ちょっと、ね、早く見せたいんですよ。そうですよね、はい、ただその前にその、はい、ベルベル人の前にこれあげてほしいんですよ。はい、というのも、はい、ちょっと、メールが届きまして、はい、メール、はい、ちょっと読ませていただいていいですか？はい、東野幸治殿、はい、あなたはおしゃれ感覚を取り戻したい、おしゃれファッションで学びたいとの気持ちから YouTube で東のデニムを始められました。はい、確かにそうですよね。はい、はい、で芸人でありながらおふざけなしで真剣にデニムを極めたいとデニムの勉強に勤しんでおられるその姿は、はい、Keep on your jeans spirits に愛通じるものがあります。よってここにベストジーニスト2021競技会選出部門として選出して表彰いたします。おお、すげえ。ベストジーニストですか？いただきました。まだ1年も経ってない東のデニムでベストジーニストいただきました。早っ。すげえ。すごい、すげえ。ゴールですよ、ゴール。もう明日行ってきます。明日なんですか？で、表彰式、これメール届いて、はい、でマネージャーに大至急庄司さんに、はい、ちょっとスケジュール調べてくれ、明日のね、はい、仕事でした。出たよ。ついてないな。俺はついてないな。そのベストジーニスト賞側に、はい、もう俺一人やったらもう怖いし、おっかなびっくり。いやいや、でも東野さんが受賞されましたから。いやいや、それはもう東野デニムでってことやから、庄司さんと二人でなんとか生かしてくれないかって言ったら仕事ってことで。ついてないな。でちょっとってなって、はい、でも怖いけども、ここは勇気を持って、はい、行ってきますよ。お願いします。多分10代とか20代部分があるんでしょ、男女で。ありますね。だからそのジーンズをこよなく愛する一般の方が投票するんでしょ、うん、はいはいはい、僕はもう審査員の方が、はい、ありがたいです。はい、ありがたい限り。視聴率が高いということですね、じゃあね、はい、そういうことですよね、はいはい、その中に混じってちょっとね、だから明日は僕の中では、はい、まあそのファッションポイントとしては、うん、これを庄司さんに確認したかったんですけど、はいはいはい、全て合体させたいんですよ。全て合体と言いますか、だからシガデニムで始まり、ワンピースオブラ、はいはい、ね、はい、ね、ビッグジョンさんにもお世話になったりとか、はい、あと言ってないけどネルシャツ届いたりとか、はいはい、あとデニムに合うこのね、靴、はい、レッドウィング、レッドウィングを買ったりとか、うん、ポストマンシューズ買ったりとか、はいはい、いろいろしたんで、はい、それ全て合体、ベルベル人のトレーナーも全て、なるほど、古着で合体した、全員にいい顔できる。とにかくYouTube でお世話になった方全員に愛されるファッションで行きたいけど、そのファッションはどうなんですかっていう。いや、でもそれはそれでいいと思います、うんうん、はい、集大成っていうことですよ。そういうことですね。確かにこう統一感はもしかしたらないかもわからんけれども、はい、お世話になった方々への、はい、まあ言うたらお礼のお手紙じゃないけど、はいはい、ちょっと僕を見て、僕こんなに一人前になりましたよ、うん、
っていうところをちょっとこうメッセージとして、はい、生き様、いいかもしれないですね、東のデニムで味わ、ね、はい、勉強したこの生き様っていうのを伝えたいなと思って、もともとビッグジョンさんのジーンズ入りでジーンズに興味を持ったね、旅猿でビッグジョン岡山、はい、たまたま行ってそこでビッグジョンにたまたま入って、はい、そっからのビッグジョンさんとのつながりもあるし、はいはい、デニムが興味持って、うん、ちょっと三宅裕司さんにならないで頑張ろうっていうのが、名前出さなくていいです、三宅裕司さんの名前は出さなくて、またネットニュースになりますから、明日も俺言うつもりなんですよ思うんですけど、はい、どうなの、やっぱこの下はビッグジョン、ビッグジョンにしましょうか、うん、で、ジージャン、はい、ジージャンをシガデニム、シガデニムにビッグジョンでシガデニム、はい、ほんで、レッドウィング、はい、いいよね、はい、いいですね、いいですよね、はいはいはい、で中インナーはベルベルジン、はい、グレーのトレーナー、はい、古着で買ったやつ、はい、それでいいですか、いいと思います、うん、はい、それがまあまあ今東のデニムのオールスターっていう、そうですね、うん、それでちょっと、まあ、やってみようかなってな、嫌われたくないですもんね、そうよね、嫌われたくないとにかくね、俺東のデニムでファッションについて勉強したんですけど、一番大事なのは人と人との交流です大事、大事なことです、自分のファッションばっかりに行くと、はい、人から嫌われるんだバランスよく、そうですね、出会った方と、はい、やっていきたい、これもいろいろ調和ですから、そうですね、うん、はい、人と人との調和でございますから、ちょっと CM ディレクターは明日のスケジュールどうなってるんですか、僕明日午後からは、はい、ちょっと空いてるので、はい、ちょっと大丈夫ですか、はい、マネージャーに聞いてちょっと密着できるかは一応ちょっと、ね、はい、確認でやっていただいて、はい、ちょっとお願いします、すごいです、ちょっと今ぐらい行ってきます。はい、